ルノー30以外は、基本的に両者は、同じモデルである。R20 と R30 は9年間で、合計62万2000台余りが生産された。ルノーの高級車市場への挑戦は、R30 以降も、R25、サフラン、ベルサティスへと続いているが、大衆車メーカーとしてのイメージ、機械的信頼性の低さが災いして、メルセデス・ベンツ、BMW、 アウディのドイツ勢の画像を崩せずにいる。後継のルノ25がジャックストレーディングの手によって相当数が輸入されたことからも日本市場でも R20、R30 はある程度のポテンシャルがあったと思われるが1977年から R5 の輸入を再開していたキャピタル企業は R30 に台米輸出仕様がなかったこともあり正式輸入を行わなかった。 1980年代に輸入代理店が日英自動車に交代して以降は少数輸入枠を用いて若干数の 30TX が導入された。ありがとうございます。